ご視聴いただきありがとうございます。不定期でこの M3 プラモフィギュアチャンネルでコミュニティの投稿で実施しているアンケート、回答にご協力いただいている皆様ありがとうございます。アンケートの振り返りをしつつ、キットを見てみる動画の第5弾です。今回はこちら、 SD ガンダム BB 戦士戦国伝天下統一編のガンダム3部将で好きなのは、 SD 戦国伝初期の3部作の3シリーズ目、天下統一編、武者アレックスが行った過去の世界で揃い立ったガンダム3部将、それぞれに後の大将軍や小ガンダムであったりとロマンあふれるストーリー展開となった思い出深いキットだったので、今回アンケートを実施してみました。結果は、ちなみに集計は4月5日時点の数字、アンケート回答は随時受付なので、この動画の後結果が変わっているかもしれません。有効回答数62。第3位はイカズチガンダム、シリーズナンバー76。ちょっとキットを見てみましょう。後の小ガンダムですということなので、モチーフとなっているのはパーフェクトガンダム。イカズチの鎧をまとったガンダム武将で、武器はデルタという銃と雷神剣、この後登場する鳳凰ガンダムの弟です。いろんな感想や形態変更も多くて、800円という価格帯も多かった天下統一編でしたが、このイカズチガンダムは500円のキット、軽装武装というシンプルな構成で、その分完成度が高く安定していた印象です。第2位は鳳凰ガンダム、シリーズナンバー79。鳳凰ガンダムそのものはシリーズナンバー75でキット化されましたが、今回は初代ガンダム大将軍とコンパチで作れる79番の方でレビューしています。天帝の神器をまとった天の将、このキットではオリジナルのナンバー75と微妙に成型色が異なります。武器は天光剣という刀とラムダスペシャル、このキットではどちらかというと大将軍よりも元々のベースである鳳凰ガンダムの方が作りが安定している感じがします。ここまでの鳳凰ガンダムのキットに追加されたパーツ、光の力を司る初代ガンダム大将軍にパワーアップするための光の鎧がこちらです。背中に輝く発光の光輪がかっこいいです。ちなみに1991年の年末商戦も兼ねて、BB 戦士シリーズナンバー91で別造形ビッグサイズの豪華版初代ガンダム大将軍が発売されています。第1位はネオアレックスでした。シリーズナンバー73。なんと今回は1位と2位の得票率 1% 差という大接戦でした。このネオアレックスは武者アレックスがパワーアップしてガンダム武将となった姿、キット自体もナンバー51風林火山編のアレックスのパーツを流用し、新しい鎧や武器のパーツが追加されている構成です。鎧は地の鎧、武器はオメガスペシャルと地雷剣、このキットでは武者アレックスも作ることができ、武人の鎧は従来キットのようにスタンドにディスプレイが可能です。天下統一編の最初のキットで、この物語の主人公。1位は僅差でしたが、ネオアレックスでした。今回のアンケートで頂戴したコメントの中には、小ガンダムの若かりし頃も相まって、イカズチガンダムの全体的なまとまりが良くて好きです。もともとアレックス、NT1 含めが好きというのと、3体の中でというのがあったので、個人的に天下統一編では武神ガンダムが好きですね、というかつてのファンからの熱いものがありました。ちなみに武神ガンダム、武者ゼータの父親でこんなキャラクターでした。主に1991年、今からもう30年以上前に展開された SD 戦国伝の3シリーズ目のストーリー、過去の世界でこれまでに登場した武者たちのかつての姿や父
父親世代が登場するというタイムパラレルは、自分を含め当時の子供たちの心に思い出深く刻み込まれています。戦国伝シリーズを通してアレックスはアレゴロー、武者アレックス、武人着想、ネオアレックス、そして4代目ガンダム大将軍とパワーアップ、出世を果たし物語を支えました。ということで今回はチャンネルのコミュニティアンケートで実施した結果報告も兼ねて SD ガンダム BB 戦士ガンダム3部将のキャラクターの人気ランキングでした。ご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。